ライブを始めましょう。さあ夢を叶えるのはみんなの勇気、負けない心で明日へ駆けてゆこう。みんなで楽しむ、ここだにゃ。みんなで楽しむ、ここだにゃ。願い事が僕たちを、ここだにゃ、導いてくれた。ここだけ絶対に譲れない。みんなで楽しもうね。残された時間を握りしめて、待たせなさい。それだけじゃ嫌だろう。ここだけ力の限り走るんだ。待たせなさい。みんなでここだけ始めましょう。みんなで楽しもうね。ここだけ
楽しもうね。またせなさ、みんなで楽しもうね。みんなで楽しもうね。私、同じ景色が見られたよね。中に最近、毎日毎日演劇部のお芝居を見に来てるだけですけど、大丈夫？あれ？かすみちゃんはお芝居嫌い？そういうことじゃなくてですね、しずこにはもっとこう直接休み時間とかに教室に行って声をかけるとか。あ、泣かないでください。あ、ごめんなさい、言い過ぎました。大阪しずくさんってすごいね。何度見てもこのシーンで泣いちゃう。すごく見入っちゃう演技をするよね。ああ、びっくりした。ごめん。しずこは、最初から演劇を目指している人でしたからね。それでこんなにお芝居が上手なんだね。そういうことではなくてですね。最初から、スクールアイドルだけを目指している人じゃ、でも、高校生か。ああ、泣かないで、かすみちゃん。別に泣いてなんか。あの、はじめまして。いえ、大丈夫です。しずくさんのお芝居、すごく良かったです。ありがとうございます。何度も見てくださったみたい。しずこ、どうしてどうこ、かすみちゃん、急にす、いえ。だ、本当は、ちゃんとお話ししておかなきゃいけなかったことです。だから、スクールアイドル活動ができる間は、これから、スクールアイドル活動に力を入れようとしているこの虹ヶ崎学園であれば、3年間、そんなことはないんですよ。みんなのやりたいこと、私も、このスクールアイドル活動をゆくゆくは、中でもやっぱり、刹那さんはすごかったです。刹那さんが導いてくださる方向は確かに正しいんです。それが、未熟だな、悔しいなって思ってしまって。それならそうと言ってよ。かすみ、余裕がなくてごめんなさい。ええ、その通りです。スクールアイドル活動をしたくて。だったら戻ってきて。え、やだ、私が勝手をし戻らせていただけるのなら少しですけど自信がつい。よかったね、かすよ、よかったですけど。でもでも、しずことは同じ学年だ。かすみさん、ありがとうございます。あら、演劇部の公演を部員や、もちろんです。パワーかすみ、この調子で10人集め。楽しみにしてますね。それでは。私、やっぱりあの人。ああ、ライブを始めましょう。さあ、夢を叶えるのはみんなの勇気。負けないここまで。ここだよ。みんなで楽しもう。
と私、同じ景色が見られたよね。意味わかんない。嬉しい。